どうもワイワイリンクの横山です。加藤源です。今日の企画は、はい、岡本の、はい、忠誠心チェックチェックドッキリドッキリ。まあ、そのまんまでなんですけど、はい、岡本コーチ、本当に僕は日本で一番優秀な従業員だと心から思ってます、はい、本当に、まあ、人当たりも良くて真面目で、もう常にね笑顔を絶やさない、はい、誰からも愛される、うん、岡本コーチ、はい、そして個人レッスンも、もうねぶっちゃけ言うと僕より人気あります。今もやってます。はい、はい、でなのでそのねちょっと裏の顔を暴けるもんなら暴いてやろうと、はい、うん、まあね、まあ、一応僕が上司に当たるので、まあ僕の前ではねいい顔して、お客さんの前でもいい顔して、裏じゃ、はい、裏だとこれね分かんないよ。分かんないですね、うん、僕はね人に何度も裏切られてきたので、なるほど、あまりね人のことを信用してないんだけど、はい、でもね岡本コーチは僕ねすごく頼ってる、信頼してるんですよ、はい、とは言ってももうこれね検証終わってます。終わってます。まあ門田くんのね髪型見てもらったらね分かると思うんだけど、昨日撮影して今日髪切ってきちゃった、はい、髪切ってきてきました、はいはい、なのでもう事後動画、もう僕らは結果を知ってます。知ってます。はい、まあ流れを説明させてもらうと、はい、まあ僕が門田に説教します、はい、説教というかまあなんでまだできてないのと、編集遅いんじゃないのっていう、はい、クビにしちゃうよっていう動画を撮ってます、はい、でそれ言った後に僕が吐けます、はい、でその後に二人きりになったところでちょっと横山こっちうざくねって、それに乗ってくるかどうかっていう、どう思います？どう思いますか？はい、これにね乗ってくるんでしょうか？横山確かにマジうざいよねってならないことをね、はい、祈りつつ皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、それでは行ってみよう。行ってみよう。
パトゲームの残り1割が3時間以上。え、お前まだ終わってない。今出してる。今出してる。もうすぐ終わり。もう駆け出ししてしまう、あと YouTube やる。やばいよ。もうちょっと一本に6、7時間かかると思うんですよ。だって残り1割がこの俺のうなかとか3時間ぐらいかかってるんだよ。4時間かかってる。いい動画なんだろうね。頑張りました。笑えんからね。これ1万いかんかったら俺許さんよ。狂ってるとしか思えない。まあ今日中にじゃあ頼む。あと何番？あと30番。あと30番。あと30番。編集者として凝りたいという気持ちはあって、横山さんがじゃあお金を出さないといけないわけだから、門家のその一本に日給を払わないといけない。はい、そうですね。それはあるかも。門家、どれくらいだけ動画の編集がそれ一本作るのに大変なのかわかんないけど、俺は個人レッスンを何人もやって、教室もやって、のと門家の編集一本するのも一緒って。それはそうですね。それぐらいの質だったり、それぐらい大変なことだったら何も言わないけど、俺は分かんないからあれだけど、お母さんが言うってことはそれと比べれば1日かかるものではないと思う。はい、それも何百万再生されるような突破であれば、そうですね、収益は一緒にあるとは思います。もっと効率よくなります。どれぐらい大変か俺は全然分かんないけど、口は言えるけど、その時は大変なんだ。はい、はい、電話つながってました。
ちょっと岡本君ちょっと。素晴らしい。岡本君素晴らしいよ。マジで。いやびっくり。マジで。さすがです。さすがです。すごいわ。え？ちょっと涙出そう。怖っ。すごいね。そのためのこれ1日かけてるってことですか。いや、いや終わってる。終わってます。終わってる。終わってますし、まず1あの時1割じゃなくて、もともとやってなかったです。ゼロです。で、もともとしかも横山さん今日やらなくていいって言ってました。すごい。岡本君すごいよ。表の顔は良くても裏の顔ね。で、俺に対する忠誠心、忠誠心チェックで、まあ門限のその愚痴に乗っかってくるようじゃダメだねっていう話をしてて、はい、逆に門限をねちょっとしつけてくれるというかね、そうですね、叱ってください、教育してくれる元を祈ってたんだけど、一日素晴らしい、予想以上、想像以上の教育ドンピシャでしたね。素晴らしい、本当難しい、こんなスルメを食べながら、いやもうね給料アップだこれ。やったやった。いや本当素晴らしい。今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで皆さん、はい、今後ともワイワイリンク3人よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。